パラゴムの木は、東大グサカパラゴムの木族の常緑鉱木。幹を傷つけて得られる乳液は、天然ゴムの原料となる。和名、英名のパラは、原産地である、ブラジル北部の州に由来する。原産地は、アマゾン川流域で、うっきには増水した河川によって水没する、バルゼアと呼ばれる、浸水林に生育する。種子は水に浮き、 雨季に増水した水の流れに乗って分散する。パラゴムの木はもともとアマゾン川流域にのみ生育していたが、1839年の下流法の発見によってゴム需要が増加したため、原産地以外でも栽培が行われるようになった。現在では、東南アジアの熱帯地域を中心に、プランテーションでの大規模栽培が行われている。 1990年の天然ゴムの世界生産量は494.8万トンで、主な生産国はマレーシア、インドネシア、タイである。タイのゴム園、ゴム採取中、幹の切り込みが確認できる。樹高は30メートルに達する。幅3枚の小葉からなる服用。幹には樹皮と古い部の間に乳液管が地面と30度の角度で、 右回りら旋状に登っており、ここから白、または黄色の乳液が得られる。樹齢が5から6年になると、乳液の収集が行われる。乳液管と直交するように、木の成長を阻害しない程度の深さに幹に切り込みを入れ、流れ出る乳液を容器に集める。年長の木ほど多くの乳液を出す。ラテックスの採取は、樹齢5歳頃から始める。幹の周囲の1。 4から1、2にわたって、V 字型、または、左上から右下に向かう車線に革部を切り付ける。角度は、約45度とし、下端に受け容器を置き、ラテックスを受ける。毎日、または、確実、早朝にタッピングナイフで車線の仮面を1ミリメートル、削る。最終は、雨きの2ヶ月間の休止を挟み、1年間に切り付けの、あとは20から40センチメートルになる。 樹齢15から18歳が最盛期であり、40歳以後は激減する。乳液量は1日約 30cc、ゴム含有は30から40%、1本1年のゴム生産量は最盛期で3から 3.5kg である。ラテックスは金網でろ過、異物を取り除き、約0.1%の酢酸、または0.06%の偽酸を加え、凝固させる。 これをローラーにかけて水で洗浄し、ローラーでシート状またはクレープ状に仕上げ、日干しまたは火力乾燥させる。これが生ゴムと呼ばれるものである。収穫量の減った老木は順次伐採して新しい若木に植え替えられる。伐採して得られる材は製材後の乾燥過程で普及菌に侵されやすい上乾燥によって生じる変形が大きいため、 かつては商品価値はないとみなされ、細かく砕いて MDF やパーティクルボードの原料として使われる程度であり、大部分はあまり利用されることなく廃棄されていた。近年は乾燥技術や防腐技術の進歩、及び乾燥中の変形を見越してあらかじめ小さなエレメントに寸断しておいてから乾燥後に修正剤に加工するという利用技術が確立している。 パラゴムの木の修正材は木材としてはやや固めで塗装性や着色性は良好であるので家具やフローリングなどの材料として広く利用されるようになった。廃材の再利用であるため安価である。木材としての品質向上のためラテックスの採取をするときの樹皮に切り込みを入れる刃物の形状、切り込みを入れるときの気温に排除し、 リサイクル木材としての品質を高めにするような工夫もなされつつある。さらに、パラゴムの木は成長が早いため、木材としての利用技術が確立した近年では、ラテックス採取を目的とせず、最初から木材として利用するために植樹されることも少なくない。パラゴムの木の字、パラゴムの木は重要な産業資源として、ブラジル国外への持ち出しは禁止されていた。 しかし、原産地と同様の熱帯雨林地帯に植民地を抱えるイギリスは、何度も、密かに植物学者をアマゾン川流域に派遣して、種子を採集させ、自らの持つ植民地において栽培を行うことを試みた。まず1873年に、ブラジル国外でのゴム栽培が計画され、試行錯誤の結果、12本の苗木が、旧王立植物園で生育し始めた。 しかし、これらは栽培用にインドへ送られたものの、すべて枯れてしまった。次の計画は1875年に行われ、ヘンリー・ウィッカムにより7万個の種子が9に送られた。このうち4%が発芽し、1876年には2000株の苗木がウォード箱に入れられて、正論島へ22株がシンガポールの植物園へ送られた。 一度定着するとパラゴムの木はイギリスの植民地各地へ急速に広がった。1898年までにマレー半島にゴムのプランテーションが作られた。今日ではゴムのプランテーションは多くが東南アジア、一部が熱帯アフリカに存在しているが、原産地の南米では死亡菌による南アメリカハガレ病という病気のためあまり栽培されておらず、今なお、 天然の自生樹木からのゴム液採取が行われている。乳液の採取、パラゴムの貴族は次の異名でも知られる。イレイシングザパスト、エー英乳アイデンティティーフォーザダマクリアンパサジェンコシング、サウス、アメリカンリーフブライトオブラバー。ありがとうございます。